こんにちは、キーナと申します。今日はコーヒー の焙煎方法について説明したいと思います。これは私が使ってる普通の鍋なんですけれど、これ1000円ぐらいの鍋なんですけれど、ステインレスですけれど、重要のはもう下は結構熱いんですよ。で、まあ、これは18センチぐらいの鍋なんですけれど、1回で焙煎してる豆は 250g、 これはカメルーンの豆です。あと大切なのはウィスクですね。こう、まあ、12分か、まあ、18分ぐらいでずっと火をかけて焙煎してます。まあ、私が3年前、2015年の9月から焙煎し始めたんですけれど、まあ400回ぐらい焙煎して、多分そうですね、100キロぐらい、まあもう焙煎したことあります。まあ、焙煎というのは私は座禅のように考えてるんですけれど、やりながらもうプロセスは出てくるというような感じですけれど、別に YouTube で、まあ、私の焙煎仕方のタイムラプスのビデオも掲載してありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ぜひご質問、まあ、コメントあればよろしくお願いします。で、まあ、このプロセスについてはまたいろいろ私は今後ともビデオを載せようと思ってます。ありがとうございました。